UFO に見た星もの気な夜を流れていった。また一つまた一つしばらく時間が止まった。カーテンが揺れている背負い込んだものが少し中間だ。誰のために生きているのかな。信号機は誰もいない、道にも合図をくれる。愛想などない、でも律儀で誰かに似てる気がした。春の風に世界は素晴らしいなって少し思えた。それを知らせるサインだったんじゃないかって考えたりもしてる。息詰まってた渡せそうな場所に登ったら、イメージの翼でこの空を大空を飛んでいく。空に姿隠した。少しずつ少しずつ夢が覚めていくみたいに。春の風に世界は素晴らしいなって少し思えた。旅路の果てに何があるのかなんて、もうどうなったっていい。優しく微笑んでるよ。風が緩やかにほどかに